こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、平昌冬季五輪は分散開催しない、大会組織委員長が正式に表明ということでですね、 AFP 記事が12月12日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、2018年平昌冬季五輪の大会組織委員会は12日、開催準備がすでに進んでいるとして、分散開催を考慮するには手遅れだとの、見解を示し、一部競技を日本で実施するどんな可能性も除外すると正式に発表したということでですね。まあ、本当にこの、日本で開催するようなことがなくなってよかったんですけども、まだ朝鮮人というのは信用できないですからね。その一度その、日韓共催しないというふうに言っときながら、またお金がないから、日本で開催するということも考えられますので、これはもう要注意ですよね。まあこの長野県で開催した場合ですね、まあ経済効果はあるんでしょうけども、やっぱり朝鮮人ですからね。そこはあの全て日本が悪いとかですね、日本の責任だとか言って、あと、その平昌オリンピックの、開催資金とかを、日本の企業から踏んだくるとかですね、そういうことが、可能性としてありますので、まあ、絶対に、韓国と組んではいけないですよね。で、この大会組織委員長のですね、チョ・ヤンホさんという人なんですけども、これはあの最近話題になってるですね、大韓航空機騒動を起こした、女いましたね、おばさん。おばさんの、実のお父さんなんですよね。ということで、一族郎とちょっとこの、まあ、危険な一族なんじゃないかなと思いますね。ファビョーン一族ですよね。で、今日はあの、韓国検察にその、ヤンホさんの娘ですよね。バカ娘が、まあ、バカ娘といっても40歳のおばはんですからね。そのおばはんが、まあ、出頭したということですね。まあ、本当、極刑が下ってほしいですよね。はい、で、この、まあ、問題はいろいろこの、あれですよね。やっぱりこう上流階級なんでしょうね。超一族っていうのは。この全ての利権を握ってるんでしょうね。オリンピック利権も握ってるだろうし、大韓航空機、まあ、ハンジングループという大きな財閥を、まあ、取り仕切ってるわけですから、まあ、本当にいろいろ癒着があるんでしょうね。その政治と癒着してたりとか、いろいろな利権があって、まあ、この格差社会を進めてるんじゃないかなと思いますね。で、一応この下の方に書いてあるんですと話は変わりまして、まあ、広報担当者は韓国の KBS テレビに対し、我々のスタンスとして国民感情を考慮すると日本でいくつかの競技を行うことは大変難しいですとコメントしていると。そうですよね。まあ韓国もですね、日本に対して、いわゆる反日感情を持ってますから、まあ世論からしてちょっと厳しいでしょうね。ただやっぱりこの一部で、日本から金をせびる、日本が売りならの財布にだみたいな感じでですね、思っている人たちが多いと思いますので、本当に、要注意ですよね。で、日本のネットユーザーたちも、この朝鮮人はあのいわゆる、まあ、信用できないから、本当に、日韓共催にならないかどうかをちゃんと見極めなきゃいけないというふうに、意見を述べられてた方がいましたね。ということで、まあ、日本人としては、まあ、関わってはいけませんので、非関3原則、非関5原則を、厳守していけばいいと思います。はい、本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。